片岡です。今日はですね、もみじを作ってみたいと思います。もみじはですね、ある程度寒くならないと綺麗な色にならないって言いますよね。綺麗に紅葉しないって言います。まあ、もみじを見に行くときだけはですね、まあ、ある程度寒くても仕方ないなと思える、そういう瞬間なんじゃないかなと思います。まあ、今日はそんなわけで、もみじを、緑から黄色赤に変わる途中の葉っぱのもみじですね、これを作ってみたいと思います。はい、では練り切りの重さからいきます。引き茶色 7g、 オレンジ色 8g、 黄色 9g、 中あんが 13g ですね。はい、ではいきましょう。まずですね、これとこれ、オレンジと黄色をですね、くっつけて細長くしますよね。そして引き茶色を細長くしてくっつけて叩いて、そしてなでつけますね。引き茶から黄色と赤になでつけますね。はい、そして裏返してあんこを包みますね。はい、そしたらですね、平板を出して、これを、上部をね、平らにしますね。そして揉み上げます。はい、まず三角ベラでここ行ってみましょうか。はい、そしてそれぞれをつまみ出しますね。はい、そして、中央から線を入れますね。
はい、そして最後にギザギザを入れて完成ですね。はい、これでもみじの完成です。ありがとうございました。